英語の車はいたずらしたんだろうね。これ実際してないです。英語にたら俺はその時になんでなったかわかるかって言ってるんですよ。配信でも言いましたけど、お前がそう騒ぐこと言ってるからそうなるんだぞって。相手は車バイク手っ取り来てるぞって、それは警護が言ったことをやられることだぞって、それを大関西山のせいとか言ってたけど、そんなのしてねえよ。それは分かるよ俺だって。どういう犯人の仕業でそこまで行った、警備とかここまで行ってそういう問題になった。そういう車なんかこの今ある時代でカメラもチェックして全部犯行に及ばなきゃいけない、完璧な服装した人間の仕業だよ警護って。それを言ったらあいつは俺のせいにしたから。あれも正直言ってエンタメの一つだからね。真剣残ってからしょうがないよね。警護が怒ってるけどね、あれはもうエンタメ一つですよ。長年いろんな人が配信やってて、ああ、まあ、言ってんだって分かりますもん。警護の場合はね、精神的な弱さもあるけど、うん、そういうのもね、まあ昔にあった病気が今治ってるか治ってないか、うん、その差っていうのも分かんねえけどさ、俺がそんな小さなことやるかよ。俺そんな小さな人間じゃねえよマジで。いや内藤さんすっからかんです。俺がそんな小さな人間で生きらんないだろう。いや内藤さんすっからかんです。いろんな危険して生きて内藤豊かっていう人生を歩んできて、なんで俺はこんな小さくやらんか、あかんや。これは本当思うね。かっこつけてねえんだよ。かっこいいんだバカ野郎。